まあ、久々のちょっと SKE の動画なんですけど、うんうんうん、チーム K2 もね、うん、時間がない公演の話をさせていただいてて、そうだね、やっぱりこう皆さんからコメントいただけるんですけど、うん、着地点としては、うん、ぜひ劇場にっていう、そうだね、うん、いや僕らもね行きたいんですよ、行きたいんですけど、なんかほら栄だっけ名古屋、そうそう名古屋です、うん、ほらコメントの中で見つけたんですけど、はいはい、今回の公演30倍らしいんですよ、フラットでさ名古屋行ってさ見れちゃうかなみたいな感じで勝手にいたんですけど、うん、はいはい、やっぱそんな甘いもんじゃないとさ、うん、だからや行くとしたらもう最初からどんどんさ行けそうな日をバンバン先まつ先まで投げまくって、はい、あの応募しまくって、うん、当たった日にさあ行こうって感じなんですけど、うん、ただ現状やっぱ先のことは仕事もあったりするんで難しいんですよ、そうだね、うん、難しいからじゃあどうしようかなと思って、うん、今回の CD を買ってイベントに行こうっていう話なんですよ、あー CD を買ってイベントに行こう、そうそう、でもそんな中でも結構僕は乗り遅れちゃって、うんうん、で実際、応募できるのがもう今回の東京のイベント HMV かな、うん、のイベントにが1月の十何日までだったんで、うんうんうん、応募期間が、うん、だからまだ行けると思って、うん、でギリギリで応募したんですよね、ビッキーさんに行ってもらおうと思って、あ俺が行くの、そうそういや本当はこれね、僕が普段やっぱり映像とか見てるんで、うんうん、僕が行けるのが一番いいとは思うんですけど、うんうん、ただちょっと僕も、まあんま言ってないですけど、うん、まあ、ちょっと個人的な病気もあったりとかして、うん、なかなかそういう接触イベント的なのが難しいんですよ、だから在宅を貫いてる、そうそうそうなんですよ、そうなんだ、そうそう、ライブもギリなんですよね結構、あそうなんや、ほんと十何年前に1回だけ、だいぶ前だね、AKB で岩佐美咲さんの握手に行ったことあるんですけど、ほ、うんと、はい、それ以外ちょっとそれ以外行ってなくて、うん、多分今後も多分行くことはないと思うんで、でなんで、うん、ちょっとミッキーさんに行っていただこうと、オッケーです、はい、って言ってミッキーさんに応募してもらったんですよね、そうだね、応募してもらってで応募してもらって、うん、でなんかほら最初メール来ねえメール来ねえとか言ってさ、あっそうだった、あっめちゃめちゃ外れちったんだとか言ってたら、うん、当選したら、うん、勝手に引き落としですみたいな、あ、うん、そうそう感じで、でクレジットカードの明細見たら落ちてるからおかしいおかしいっつって、あそうだねやりましたよね、ほんと初心者だよね、ほんとさバカみたいなさ LINE してさ、うん、初心者だったんだけど、うん、結果的にすごい当たってたんですよ、当たってたんだね、うん、当たってて、うん、でそれで本当はこの動画も、うん、応募する前に動画撮ったんですけど、うん、撮ったんだけど誰行くかみたいな、けどあんまうまく撮れなくて、うん、はいはいはい、ボツになっちゃって、ああなったね、そうなっちゃったんで、うん、はいはい、なんでちょっとその流れを整理すると、うん、コメント欄でいっぱいいただいてたのは、うん、そのイベント行く時誰に言ったらいいかなみたいなことを投げかけた時に、うん、コメントで言ったのはやっぱりもう好きな人行ったらいいよみたいな、うん、言ってたね、まあ、たまに教えてもらったりしたんですけど、うん、でもやっぱそんな中でもちょっとビビッと来た人行っちゃってくださいみたいなコメントがやっぱ多かったんで、うん、まあ、そうだなと思って、うん、まあでも行くのミッキーさんなんでって言って、でミッキーさんになんかビビッと来た人いますかって聞いたんですよね、うん、で聞いたら結果的に、藤本冬香さん、そうだね、藤本さんです、そう、実際藤本冬香さんの件が今回ね当たったんですよ、1枚だけだけど、ね、そう当たって、ね、だ1枚行くんですけど、うん、でいざ当たったらどうするっていうことなんですね、そうです、僕の乃木坂ファンとしては、うん、やっぱ1600円の CD で10秒なわけですよ、うん、1600円で 10秒、そのまあ、そんなに短い、そう、いやでもこれは普通ですよ、普通なんだ、うん、それはこうオンライン上でのね、はい、今回のアルバムが多分3800円って考えると単純計算で倍はあるんじゃないかと思って、20、そう、いやでもねミキさんね、うん、逆に言ってみて、うん、ちょっと話すことないと長いなって感じると思うよ、だよねいやもう分かってるのよだ、そうそう、それなのよ、だから大体そうなのよだそれなんだよね、だから何話したらいいかっていう話なんですよマジで、みんな大体のファンの方がさ、うん、ファンです、いつも応援してます、ありがとうございます、頑張ってくださいじゃん、そうね、のテンションじゃん、うんうん、本当に知らなかったらさ、うん、初めまして、いやそう初めましてでどうして 誰ですかそう初めましてでもいいんだけど、うん、その初めましてからどうするって話なんですよ、そうだね、で実際藤本冬香さんのことも全然知らないじゃないですか、プロフィールは読んでますけど、うん、その年齢とか言ったってしょうがないし、うん、何を話せばいいのっていうことなんですよ、ウィキでウィキ情報だけ持っていく、いやなかなか厳しいと思うよそれは、大体一般的にさ、うん、初めましての場合見てくれてくださってる人がさ、うんうん、その行く場合さ、うん、何を聞くってところ、ね、いやだからやっぱ多分もともとファンの人だから、うん、多分だからこの番組見ましたとか、うんうんうん、
ていう話を拾っていくしかないというか、はい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 、藤本さんの場合はだから一番分かりやすいのはブログとかを読んで、うんうんうん、なんかこういうことはなんかの話をするとか。なるほどね、うん、その秒数も鈍感なのね。逆にそれが10秒とかあったらいいんですよ、うん、けど逆に今回アルバムだからさらに長い可能性があるんで、うん、30秒はないんじゃない？30秒はないと思う、うん、だとしても事故るよ確実に。やばいね。大体後ろにさ人いるじゃん。いるいる。で聞いてるじゃん。聞いてるよ。目の前に事故られたら幅広い。やそうそうそう。だその気まずさも多分あると思うんですけど、ね、イベント行くまでに、うん、もうミッキーさん藤本さんのファンに なってね、ツイッターとか追っていくしかないっていう感じですかね。あツイッターはやってるんで、ツイッターとか、まあ、ブログも全部やってるんでいい、うんうんうん、あと、まあ、インスタグラムもやってるし、あ結構やってるの SNS、 そう、うん、であとはもうショールームとか見てって感じですかね。うーんあとブログあるからブログを読んでっていう、はいはいはい、話とかも出たりするんで、だからどうするっていう、うん、そもそもこの藤本さん自体もあんま知らないじゃないですか。そうだね。いやだからむずいんですよ正直。だから正直で今回のことを言うと、うん、助けてくださいっていう動画で。ああ。それ結論。それが結論であり、うんうんうん、もうね動画のタイトルであり。タイトルです、ね。そう。すべてはこの一言に収束されてきたか。どうするって。どうしたらいいですか。初心者が。そう。どうしたらいい。初心者がアイドルの。そうそう。握手会行ったらどうなる。あ逆にそう逆に検証逆にまあ事故りに行くっていう、いや事故りに行くのはよくないんだけど結果的に事故になっちゃってで面白くそれを話せる場合もあるかもしれないけど、ただねそれ内容がないもんな。欲しいね、いか僕だったらこうするとかさ、鍵が欲しいよ。そう普通にそうだね、うん、助けてください。マジ助けてください。 SK ファンの皆さんマジでマジで助けてください。なんで、そうだからやっぱもうさ行くときはやっぱ行こうぜ行こうぜっていうテンションで応募しまでしてましたけど、はいはいはい、いざ当たるとどうするみたいな、今日キョロキョロしてるっていう、どうしたらいいんだ。そう、いやだから、まあ、実際この日も現地まで撮影は行くと思うんで、うん、だからそれについては楽しみであるんですけど、うん、ただただその事故んないかと心配っていう話なんですよ。そうだね、終わってからね悲しいご報告みたいな。そう、ね、まあ、ちょくちょくそのショールームとか見たりすると藤本さん自体もそんなにやっぱかなり気を使ってくれるというか、やっぱお姉さんメンバーではあると思うんで、うん、やっぱそういう人にも慣れてるとは思うんですけど、うん、やっぱそういう人もいるだろうし、ただね、こう失礼にならないかだけ注意してって感じなんですよね。そうそう、だからどうにかミッキーさんに言っていただいて、うん、まあ、そのレポートも取るとは思うんですけど、うん、そうだね、その感じを見て今後どうするかっていう判断になると思うんですけど、そうだね、だからちょっと本当に助けてくださいマジで、うん、現地に行ってレポートの動画を撮るんで、そうね、なんかちょっとここから楽しみにしててください。そう2週間ぐらい、ジャスト2週間なんで、ちょっとそれまで皆さん助けてくださいっていうコメントなんで、はい、お願いします。はい、はい、というわけでこんな感じになってましたけど、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。コメント待ってます。はい。